ラデーサーさん、見てください、茶柱ですよ。何かいいことが起こりそうですね。お、違いますね。いいことはもう起こっていたんでした。アイドルになって毎日楽しいですから。プロデューサーさんと一緒だといいことが起こるんですよ。茶柱みたいですね。なんだか旅行気分を味わえますな。ニーハオ、ミヤですよ。プロデューサーさん、お待たせしました。この衣装とっても好きですよ。なんだかゆったりした気分になります。おや、そういうものなのですね。普通はどういうイメージなんでしょうか。ふむふむ、なるほどですな。でも4000年って言ったらすごく雄大ですよね。だからもっとゆったりした方がいいと思うんです。さすがプロデューサーさんですね。その通りですよ。中国4000年の歴史と言いますからね。チャイナ服にも4000年の歴史があるはずですよ。だから今日の撮影も4000年の歴史の1ページになると思いませんか。ムフフ、私も歴史に名を残す雄大で壮大なゆったりアイドルになれるかもしれませんね。なんだかいつも以上にやる気が出てきました。気合を入れて頑張りますよ。